ルールを説明します。私が問題を出題をして、さあ答えをどうぞと言われましたら2択です。丸だと思う方は手を大きく上げて丸と下げてください。バツだと思う方、手をクロスにしてバツと下げてください。さあこれ元気よく下げてくれないと私も独断で皆さん全員不正解にしていますからね。元気よく頼みますよ。さあでは皆さんルール理解してくれました。丸だと思う方は丸、バツだと思う方はバツ、この全問不正解目指してください。さてみんなです。では、その
特別イルカショー、イルカのジャンプタイムを行わせていただきます。ではここに集まってくれたみんなありがとう。イルカのジャンプタイムを見るときは席に座ってた方がいいと思うぞ。さあ文化の日です。鳥居たちにも集まってもらいましょう。イルカたちのことを少しでも詳しく分かってくれた我々鳥居たちは嬉しいと思います。さあそれでは先ほどの椅子前に引き続きこの後のジャンプタイムもどうぞお楽しみください。それでは始めてみよう。